センター内に鎮座するマレノストルームとマテオバレロ古い礼拝堂内に最新のスーパーコンピュータが位置するバルセロナスーパーコンピューティングセンタースペイン語チェントロナシオナルデスパーコンピューテジアンはスペインバルセロナに所在するスーパーコンピュータの研究機関であるセンターは2005年4月1日に設立されたカタルーニャ工科大学の敷地内にあり トーレギロナと呼ばれたかつての教会堂をところ屋として利用している。センターはスペイン教育科学省カタルーニャ州政府カタルーニャ工科大学からなるコンソーシアムによって運営されており代表者はマテオ・バレロ。センターは IBM によるセルマイクロプロセッサの開発に貢献している。 センターには2005年から2011年にわたり、毎年550万ユーロの予算が配当される。このセンターの内部には、2004年にスペイン政府と IBM が共同で建造したスーパーコンピュータ、マレノストルムが巨大なガラスケースの中に設置されている。マレノストルムは建造以後2007年頃までは、世界の上位10位以内に入る、屈指の処理速度を持つスーパーコンピュータであった。 中世の教会道と最先端科学技術との取り合わせが注目され、マスコミやインターネットなどでも伝えられた。ありがとうございます。